無電解ニッケルメッキとは、電気メッキとは異なり、通電による電子ではなく、メッキ液に含まれる、還元剤の酸化によって放出される電子により、液に含浸することで非メッキ物に、金属ニッケル被膜を積出させる無電解メッキの一種で、ある。電気メッキのように通電を必要としないため、素材の形状や種類に関わらず均一な厚みの、被膜が得られ、 プラスチックやセラミックスのような不動体にもメッキ可能である。ジアリン酸を用いたものが主流で、不動体へのメッキには低温アンモニアタイプのメッキ液が高質クロムメッキの代替として用いられる場合は、高温酸性タイプのメッキが用いられる。この後者が俗にカニゼンメッキとも呼ばれる。 ニッケルメッキ被膜の特性は抑止や条件により、異なるが主なものを以下に示す。ジアリン酸水溶液は加熱しただけでは、還元反応を起こさないが、鉄、ニッケル、コバルト、パラジウムなどの鉄属元素や、白金属元素の金属を浸出することにより、金属の表面が触媒となり、ジアリン酸イオンの脱水素反応が起こり、原子状水素 H とメーターリン酸ン p o 2に、 なる。メタアリン酸イオンは水と結合してアリン酸イオンとなる。原子状水素 H の一部は直接結合して水素ガスになり、一部はニッケルイオンの還元剤となり、ニッケルを積出させ、一部はジアリン酸を還元してリンとなし、これはニッケルと合金を作る。この時、色酸の反応は色イオンの2倍の反応速度で進行するため、 酸性浴の場合便宜なメッキ状態におけるジアリン酸使用の利用効率は約33%である。すなわちニッケル1モルのメッキに対してジアリン酸3モルが必要である。還元剤としてドマーブを使用したとき主反応は式6のようになり副反応として式7、8が起こる。銅はドマーブの酸化反応に対して触媒性を示すため 同材に NIB メッキをする場合は、パラジウムのような触媒不要処理をする必要がない。式8の反応で放送を強積する。ヒドラジンの参加反応を、以下、式9、10に示す。還元剤には、塩酸ヒドラジンや硫酸ヒドラジンが用いられるが、その反応は極めて複雑である。無電解ニッケルメッキ中のヒドラジンの参加反応は、ジアリン酸塩やドマーブを、 還元剤とする無電解メッキとは異なり、反応中に水素ガスを発生しない。メッキ翼の pH が高くなると、酸化還元電位は低くなり、還元力が強くなるため強アルカリ性で使用される。還元剤の酸化反応に伴い、翼 pH は低下し、積出速度は遅くなるので、アルカリ性で効果のある干渉剤及び、ニッケルと作形成する。 作家材を選択する必要がある。得られるメッキ被膜の素性は、ほぼニッケル金属のみである。メッキ翼中に微粒子を混入させ、金属と同時に強積させることにより、被膜に新たな機能を付与させるメッキである。電解、無電解メッキのどちらでも複合メッキは可能である。以下に無電解ニッケルメッキにおける主な複合メッキを示す。複合メッキで利用される、 微粒子の流径は0.20.25マイクロメートル程度で応用されるものにより選択する。複合メッキの微粒子の条件を以下に示す。高質のニッケルメッキによって、耐摩耗性、耐久性、耐食性を持たせることができる。CD やレコードのスタンパや量産品の装飾、透見映えを向上させる、用途等に使用される。ありがとうございます。